今月27日に投開票される見通しとなった衆議院議員総選挙に向け、市民団体が今日和歌山一区の立候補予定者を迎えた公開討論会を、今月9日、和歌山市で開催することにしました。これは今日市民団体和歌山市民自治ネットワークの橋本政文代表らが和歌山市で会見して発表しました。 公開討論会は衆議院議員総選挙を前に立候補予定者の政策や人柄を広く知ってもらい政治への関心を高めようというもので和歌山市民自治ネットワークではこれまでに国政選挙や県知事選挙などさまざまな選挙で公開討論会を実施してきました。 今回の和歌山一区の候補者を迎えての公開討論会では、立候補を予定している5人に声をかけ、全員が出席の意向を示しているということです。コーディネーターは橋本代表が務め、討論会では立候補表明の動機や地域格差、少子化対策、防災・減災、国土強靭化対策、防衛増税と外交政策、最も主張する政策の質問項目を予定しているということです。 一方、和歌山2区についても今後開催を検討したいとしています橋本代表は予定者の横顔や政策をしっかり聞いていただいて投票に行ってほしいと話していました衆議院議員選挙和歌山1区公開討論会は今月9日午後7時から和歌山市の和歌山ビッグアイで開催されます